こんにちは。本日のテーマはですね、逆張りで爆撃狙い、まあ、ちょっと煽りタイトルですね。ナスダック100今夜のトレード立ち回り徹底解説ということで、まあ、今夜雇用統計があって大きく動くであろうということで、まあ有料級と言えるかどうか分かりませんが、私なりにかなり事細かに立ち回りを解説した動画となっております。よろしければチャンネル登録と高評価ボタン、ぜひね応援のグッドボタンお願いいたします。はい、じゃあねテキスト読んでいきますね。皆さんぜひね 4K で、視聴されてください。昨年10月末からの押し目のない上昇、はい、の展開から一転し、年初から戻り目のない下落が、継続中なんだよと。ここはいいですね。で今夜22時半に雇用統計が発表されます。これによって年初からの下落が、まあ、底打ちして上昇トレンドへまあ、転換していくと、まあ、もしくはさらに深掘りして続落していくとの分岐点となる可能性が高いんだよと、はい、いうことで、まあ、大きく儲けるチャンスとも言えますし、立ち回り次第によっては大きな損失を抱えるきっかけにもなりかねないよと、はい、いうことですね。なので、まあ、今夜底打ち上昇するって決めつけちゃいけないと、はい、続落も十分ねあり得るんだよということを考えながらですね、トレード戦略を考えていかなくちゃいけないと、はい、いうことで、昨日の動画、ご覧いただけましたでしょうか。私はですね、まあ、メインシナリオは今夜、到達するであろうこの16160から16180付近ですね。ここに買いの根拠がね、反発の根拠が重なってるんですよね。ですので、この辺りで、まあ買いのターゲットとして、まあ後からねちょっと言いますが、逆張りはね、まあ損切りできない方っていうのは禁物なんだよという、はい、そういう前提で、まあ、逆張りで、まあ、通常は見送りなんですが、まあ、それでも、ロング入れたいと言われる方は、まあ、分割でのエントリー、はい、推奨ということで、まあ、この辺り買いの、まあ、ポイントなんだよという話ですね。はい、そんな話をしていきたいと思うんですが、まあ、一番いけないのは、まあ、ここが買いだって言ってエイヤーで全突破してしまうと。でロスカットもせずに塩漬け、これが一番いけないですね。先ほど申し上げた大きな損失を抱えるきっかけにもなりかねないよと、はい、シナリオにはね、立てたシナリオには否定、ということがありますので、はい、注意が必要です。じゃあね1番からちょっと読んでいきます。まず、大前提としてですね、まあ、損切りしないんだよと、いや損切りできないよと、そんな方はですね、逆張りロング、今日私が言っているこの買いのポイントっていうのは逆張りポイントになります。つまり下がってる時に買うと、はい、言った行為になります。この逆張りロングは禁物であるよと、はい、まあ、特にねレバレッジのかかってる商品はやっぱりやっちゃいけない、はい、損切りできない人はそういうことやっちゃいけないということです。で2番目、1の人はダブルボトムと完成を気長に待ち、まあ、順張りエントリーをしてくださいねと。つまり、まあ、今夜はもうトレードしないんだよと、はい、まずは、今夜日足の確定、ね、すなわち、今日週末ですので週足確定を待てと、はい、言った形になります。ここでジグザグを示していますが、まあ、こういった形で、まあ、ダブルボトムの可能性がちょっと高いのかなって、もし底打ちするとしたらですよ、はい、昨夜も4時間足レベルの戻り高値をギリギリ上抜くことができずに落ちているんですね。なので4時間足の下落トレンド継続中です。そうなってくるとですね、日足レベルで何かしらのこう形を作って上昇していくと。昨年もですね、これ日足なんですが、ナスダックのね大底付近の年初のこの切り返しの上昇、ここ見てください。ここダブルボトムでした。このダブルボトムのネックラインを見て上抜けで、もしねあなたがエントリーしていたら、ここでね、ああダブルボトムだよねって、でここでロングエントリーしてたら11070とかでね、ロングエントリーしてずっとホールドしてたらどうなってました。というのが、後になってからね、いや、こうしときゃよかったっていうタラレバが出てくると、はい、いうことで、まあ、事前にね、そのようなシナリオを、まあ、身構えておきましょうと。で、その逆行時のね、シナリオっていうのもしっかり考えておきましょうということですね。はい。ですので、3番目、逆張りエントリーとはなりますが、まあ、こういったものというのは、損切り設定がセットなんだよということですね。これを、まあ、重ね重ね申し上げておきます。
で逆行した時には、まあ、逆に言うとですね、儲けのチャンスもあるんだよと。逆行すなわち損失ね、皆さんの資金が減るというそういうネガティブなイメージだけじゃなくてですね、はい、儲けのチャンスでもあるんだよということです。ちょっと具体的にね、それをジグザグで解説したいと思います。私のメインシナリオはですね、はい、こんな感じですね。こんな感じ。今夜1番底をつけて、で来週2番底をつけて W を作り、日足レベルでダブルボトムが完成し、そこを上抜けて上昇していくと。はい、で対局見ますと、10月末からのこのトレンドラインを年初割れたんですよ、ね、でここにありますように、トレンドラインブレイク後によくある上昇継続パターンというのは、こういうね、トレンドライン割れた後にこうやってね上がっていって、ね、トレンドライン割れたトレンドラインの裏側を触りに行くような上昇、いいですか、割れてからこのような上昇、はい、割れてからこのような上昇であったりとか、あとねちょっと引いてみますとですね、このような巨大な何年かがかりの逆三尊のネックライン、はい、私が適当に線引いてるというよりも、ここでねしっかりテクニカル反応が見られるんですね、はい、11月のレンジ相場、ここ上抜けしようと思ってもなかなかできなかったところを、ね、結局、まあ、上の道を選んだと。でその後ですね、まあ、この黄色いラインに対して上抜け後、はい、ロールリバーサルのこういう戻しがあって押しがあって、でそこでどんどんと2回バウンドしてダブルボトム形成して上がっていくと、はい、まあ、そのような根拠もありますし、あとですね10月末からのこの上昇なんですが、ここで節目があるわけですよ、ね、私は、これをね、まあ、エリオット波動的には 1,2,3 波と3波形成で今4波、の調整中とみなしています。そのように捉えた時にですね、この12月4日につけた安値からこの高値を、直近高値をフィボナッチ引いた時に 61.8% というのがね、非常にこう変わりやすい、サポートされやすい、はい、フィボナッチ的にもサポートされやすいし、この2年3年がかりのね、ようやく1ヶ月がかりで上抜けたところを、ね、サポートとして機能するかっていうレジサポ転換でもありますし、非常にね、あの買いの根拠が揃ってるわけですよ。ですので、まあ、年初からこのようにね、まあ、5日連続下落したものの、今夜の雇用統計を受けて下げで、その後、まあ、反発上昇、はい、こんなイメージをメインシナリオと置いています。なるほどね、まあよっちゃんがこんだけ言うんだからね、ここでじゃあ買いなんだろうと、このね、あの盲信は良くないです、はい、これが否定されたシナリオを考えてみましょう、はい、ちょっとジグザグで示すとですね、こんな感じですね、はい、いろんなねやっぱり相場感の方いらっしゃいまして、いやもう年初から大きく下落していくんだよと、はいね、ここからここをね、先ほどフィボナッチ引いて 61.8、 ここで買いだというふうに申し上げましたが、何言ってんのと。昨年の10月末からこのようにドラッグして、ね、ここからここまでの上昇に対する6割押しが来るんだよと、はい、いうことで、上抜けた黄色いラインに対する、再度ね、まあ、このような下にブレイクの下落が走り、その後こんな感じでね、三尊みたいな形を作り、はい、ここまで下落していくんだよって。どこって言ったら 15,170、はい、こんなところまで下落されたら、ロングホールドしてたらえらい目に遭いますよね。ですので、まあ、私が、冒頭申し上げたように、まあ、分岐点と、はい、まあ、なる可能性が高いかなと、今夜ね、はい、ですので、そのあたりをね今夜ウォッチしていかなくちゃいけないと、はい、いうことになります。ですので逆にね、こういう逆行して否定シナリオ、こういう下げのシナリオが継続した場合は、私はどう捉えるかって言ったら、これをね儲けのチャンスと見なします。トレーダーとしてね、あ、ここ割ったんだねって、日足の終値ベースで割ったんだねってなったら、私はまたここついていくような、そういうねシナリオの変更を行います。はい、でそういった時にですね、今までチャンネルでいろいろこうシナリオをアップしててね、まあよっちゃんがこうやって言うんだから買ったんだけど、だけどねシナリオ予想が外れてこうね下げてきたと。で私はもうねすでにそういった時にショートなりなんなりって切り替えをしているんですが、まあ、私の情報だけを鵜呑みにしてトレードしている人っていうのはそのままずっと握っちゃってるんですよね。ですので結局大きな損失になってしまうと。
結果的にね。ですので私がね、本動画で皆様に、お伝えしたいのはやはりですね、損切りというのをねしっかり考えておかなくちゃいけない、はい、シナリオには否定があるんだよと、はい、いうことですね。否定された時に、どこで損切りするのかっていうのをね、重点的にお伝えしたいと思います。はい、なので、まあ、先ほど申し上げたように逆行時には儲けのチャンスもあってね、で自分のシナリオ崩れっていうのはもう多々あるんだよということを前提にですね、もし、否定されてこのように下落した場合はそこはそこで儲けるんだよっていうふうにポジティブにね、下げもまあ利益、上げも利益みたいな形で中立に身構えるということですね。絶対下げてもらわなきゃ困るとか、いやここで反発して上げてもらわなきゃ俺は損切りできないんだからね、困ってしまうと、こういう発想が良くないということですね。はい、で4番目ですね。でこれ逆張り、あくまでね逆張りのエントリーになりますんで、やっぱりねエントリーするときはそうですね、まあジャブというかね打診エントリー、はい、ちょっとずつ入れていくみたいな形、ここでちょっと入れて、ここでちょっと入れて、ここでもちょっと入れてみたいな、はい、そういう分割してエントリーするのが無難なんだよということですね。ここもお伝えしておきます。で5番目、損切りポイントはですね、ロット数やその人のリスク許容度によって異なります。はい、でサンプルとしてはですね、例えば今夜私が言ってるこのね買いのポイント、買いのターゲット価格、これは、まあ、フィボナッチ 0.618 だと 16,182 ポイントになりますし、でさっき私が申し上げたこの長期の黄色いラインですね、はい、ここというのは若干その下にある 16,160 付近になります。ですのでここに書きました、16160から16180、はい、あたりですね、このあたりのゾーンとなります。はい、でそうですね、サンプルとして日足の実態で 61.8% 割れ、はい、今日ね雇用統計を受けて終値ベースでこの618なり黄色を実態でこのあたり、ね、こんな感じで割れるということがあれば、例えば損切りするんだよとかね、場中では結局まあ、ここに8番に書いてありますように雇用統計というのはね複数の指標が混在している、だから解釈も混在しやすい。ですので前戻しとかね、まあ一発目の初動、発表直後の初動からの逆行とか前戻しとかジグザグが非常にこう多いんですね、騙しが多いんですよ。ですので初動で見極めができないということで、まあ終値ベースで考える、判断すると、はい、そういう観点で日足でここ実態割れたら、損切りなんだよっていうね、まあ、そういう考え方であったりとか、いやいやここもね、まあフィボナッチの 61.8% なんてしばらくこうやってヒゲで抜けてからこうやって反発する、はい、可能性も十分あるんだよということで、まあしばらくは耐えるよということで、まあこのフィボナッチの 78.6 付近までは耐える、じゃあこれいくつかって言ったら 16,000 割ってきます。15966付近でフィボ786にタッチします。うん、ここにタッチしたらさすがにねシナリオ完全否定というふうに判断して、まあ、ここで損切りをするなりで、ここで重要なのはね、まあ、このラインで損切り、ここで損切りって設定した時に、損切りライン設定した時にその時の損失額というのを事前に、想定しておかなくちゃいけません。でその損失額というのがね、皆さんが貼った貼るであろうロットに対する損失額というのが許容できる、許せる額なのかどうか、許せる額なのかどうかっていうことを事前にちゃんとね考えておかなくちゃいけないということですね。負けた時にどれだけね、まあ、そのエントリーフィーというかね、負けた時の、まあ、その損失っていうのをね、はい、食らうのかっていうのを事前にやっぱりシミュレーションしておかなくちゃいけないと。でそれが許せるようなロットサイズ額なりを、投資しなくちゃいけないんだよ、まあ、ロングエントリーしなくちゃいけないんだよということですね。はい、そういう、まあ、ロットサイズをね、事前にやっぱり、はい、検討した上でエントリーするならする、はい、そうじゃないとねこれ逆張りになりますんで、何度も言いますけどね、はい、注意が必要です。はい、よろしいでしょうか。はい、ですので、まあ、次ね6番、事前に損切りラインを決めておき、負けた時にいくら損失するかを加味したロットサイズに調整する必要があるんだよということですね。ここすごく重要なんで、ね、こういう説明をせずにね、はいロングです、ショートですって、はい、
今夜爆益チャンスロングですみたいなね、それそのままホイホイね、第三者の、まあ、インフルエンサーさんとかの意見についていってしまうと、いやもうね、損切りも指示してくれなくて、具体的にどこでね切ったらいいんですかってどんどん下げていきますけど、あなたロングって言いましたよね、どんどん下げていきますけどどうしたらいいですかって、で返事なしみたいな、そういうのがあったりするんで、事前に私はねこういうのを、はい、しっかりと申し上げておきます。はい、まあ、素直にねこんな感じで反発してくれたら一番いいんですけどね、うん、なのであんまりねこう儲かることばかりをイメージするんじゃなくて、逆行した時のリスクもちゃんとイメージする、でなんならですねポジティブに、いや逆行してもいいよって、逆行したら儲けのチャンスがあるからねっていうね、その逆行時のポジティブイメージすら、儲けのチャンスすらイメージした上で、はい、ニュートラルに立ち回ると、はい、絶対上じゃなきゃ困るとかね、下げてくれなきゃ困るというのがやっぱ危険な発想かなっていうふうに思います。はい、でそういった考え方ができない人ね、損切り含めてね、そういった考え方ができない人はやっぱりね1しか選択肢がない、1っていうのはどういうことかって言ったら、もうね要は逆張りロングは禁物で、こうじゃなくてね順張りです。はい、つまり、今夜、まあ、もしくはまあ今週の週足の確定を待ち、でそこから上昇したねってよっちゃん言う通り上昇したねっていうのを見送って、でまたこういう押しがあって、ダブルボトムなのか5、6割押しなのか分かりませんが、はい、ここからネックラインであるここ、こういったところを上抜けるこのポイントですね。はい、このポイントでね、はい、上昇していくのを見てロングエントリーすると、もうこれしかないですね。はい、まあ、これでもね結局ねそこからの逆行っていうのは可能性としてはなくはないんで、やっぱりね損切りっていうのがセットになってくるんですけど、少なくともねやっぱりこういう先端のところで下落真っ最中に拾うっていうのは非常に危険であると、はい、いうことです。はい、ですので損切りできない人はそもそもねレバ商品をなんだ損切りなしでガチホっていうのはね本当にダメなトレーダーのねもう3拍子揃ってるみたいな、はい、そういう感覚なんですよ私からしたらね。はい、だからまあレバー商品は特にね注意が必要であるよということです。で最後にねちょっと重複になりますが、まあ、今夜の雇用統計っていうのは、まあ、いろんな指標が混ざってるんでね行ってこい相場になりやすいですね。はい、一旦は上で反応してもその後、下落してね、で下かと思いきやまた戻して、まあ、結局反発で上昇とかね、その逆であったりとか場中でね結構ね行ったり来たりすることがありますんで、まあ、初動でついていくとかというよりも、まあ、やっぱりですね、まあ、気長に、はい、エントリーチャンスを待ち、ここで、まあ、テクニカル的なね反発の、はい、上昇の、まあ、そういう兆しを見て、でそこで逆張りエントリーするならするで、でその時のロスカットっていうのはすぐね、まあ、あんまり、即、損切り撤退損切り撤退みたいな感じで上か下かってこう振り回されるみたいなね、私はガチャガチャゾーンって呼んでるんですけど、ガチャガチャその場中でね売ったり買ったり売ったり買ったりってやると、それで一晩でね大きく損失してしまったっていうことを避けたいわけじゃないですか。ですのでやっぱりね今夜逆張りでエントリーするということは非常に危険であるんだけど、なのでまあやっぱり分割でエントリーとかね、まあ安全を見てダブルボトム完成とか逆三尊完成とかを見てネックライン上抜けを見てエントリーするというのが、まあ、本来は、まあ、あるべき姿かなというふうに思います。はい、ただですねなかなかね抜けた時についてきますよっていうエントリーがなかなかできないようなこう昨今ね数ヶ月間、まあ、例えばその押し目のない上昇戻り目のない下落、はい、そういう試合でもありますので、まあ、このような解説をさせていただきました。はい、ですので、まあ、事前にですねこのように価格ね、ここで買うんだよっていうのを決めておき、で損失、ね、ロスカットの損切りラインどこか、でその時の損失額、ね、で許容できる損失額じゃなければ、まあ、ロット数の調整であったりとか、はい、少しね、まあ、ロット数を少なめにして、まあ、損切りラインというのを、ね、深めに、はい、設定して多少深掘りしてもそこから結局上昇してよかったねみたいな形を取るのか、まあ、それはね戦略は人によって分かれますが、まあ、なんせですねこういう損切りとかね否定シナリオを考えておかないと、こういうね、エントリーっていうのはそもそもね、まあ、危険でおすすめできないんだよと、はい、禁物なんだよと、はい、いうことを、まあ、述べさせていただきました。はい、以上です。まあ、今夜ね、まあ、このような下落が来るのか、はい、どうなのかというところを含めてですね、まあ、見て
いけたらと思います。よろしければね、チャンネル登録と高評価ボタン、はい、今日時点ではこのような解釈、見立てですが、また明日になったらね、相場感変わるかもしれませんので、ぜひね、通知ボタンも、ベルマークね、オンにして、次回の動画ぜひご期待ください。以上です。ありがとうございました。